はい、どうもこんにちは、もと申します。毎度おおきに。本日はですね、ワザップに書き込まれた怪しい裏技を実際に試してみたってやろうかなと思います。いやもうね、見てもらえばわかるように、今ねフェス中なんですよ。やのにワザップの検証すると。まあ今回もですね、ワザップっていうね、ちょっと怪しい裏技が結構書き込まれてるサイトあるんですけど、まあそこに書き込まれてる裏技が本当かどうかをね、ちょっと試していこうかなと思います。まずはですね、このクマさん紹介にやってきました。一つ目の裏技、こちらになります。ボムが上に行く。こんにちは、勝利のガキンチョです。初めてなのでダメなところがあるかも。 WWW 草でか。いやもう竹林みたいな高さになってますけれどもね。まずスイッチをつけてね、もうつけてますよ。そしたらクマさん紹介に行って、一番でかい、タコの上にボムを投げたらたまに上に行きます。結果、上に行く。だから点多い多い。はい、一番でかいタコの上にボムを投げたらと書いてあるんですけれどもね、タコはどこにいるんでしょうかね。鮭の間違いでしょうかね。一番でかい、鮭はね、これかな、多分これの上にボムを投げたらたまに上に行くということなんですけど、本当でしょうか。まあ、上からね投げてって言ってるんで、まあ、この柱の上からこうやって投げつければいいんかな。じゃあ投げつけてみようか。ほい。え合ってんのこれ。合ってんの。あー、こういうこと。あ、ほんまや、これ行かへん時もあるわ。あー、なるほど。あ、はい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 、けどそう、行く時はあれで、行く時はあー行かない。なるほど、今上に一回飛んでったよね。あれがこの上に行くってことを多分言うてるんやと思うな。あかん、二度とでけへんくなった。あの一回だけやん。当てるとこ、これ口のもちょっと手前とかの方がいいんかな。あ、なんかちゃう、なんかちゃう。あー、来たー。やったね。さて、お次はですね、スメーシーワールドの散歩にやってまいりました。次の技はこちらになります。スメーシーワールド脱出、遊園地に行ける。おー、すごいやん。1、スメーシーワールドに行きますよ。2、インクレールを使い赤い壁みたいなところに行き、目の前の黒い建物に頭をくっつけ、過去イカ状態で、右の過去おかしい。左がおかしいかもしれんけどな。右側が海になっている状況にしますよ。3、黒い建物で平面エナスターをしましょうよ。喋り方変。もうそんなことやね。4、すり抜けたら、橋に向かって思いっきりジャンプ出すってなんやねん。かっこイカ状態のままね。まあもうかっこおかしいけれどもね。米印、ちなみに YouTube 動画ありますよ。できたらすごいね。語彙力なくしてすみませんよって何よやねん。もう。結果、遊園地に行けるんだよ。なるほど、わかった。もうね、私ですね、このエナスタで壁抜けする達人になりましたんで、多分もうすぐ成功したと思います。すいません、本当に。いや、なんかね、こうね、もう全然関係ない話するんですけど、こうワザップでこうね、書き込みこういろいろあるんですけど、その中にこう私宛てのやつがあるんですよ。これ前言ったんですけど、私宛てのやつは採用しないんですよ。これなぜかというと、怪しい裏技じゃなくてですね、それただのファンレターやん。違うんよ。だから俺はもう誰が書き込んだかわからない、もうなんならもう怪しげな俺のファンでも何でもない人が書き込んだやつを試してどうかいうところを試したい。よし、ほな、なんかね、インクレールを渡ってこの赤い壁があるところに来ました。なんかここまで来いって言ってたよね。合ってるよね。黒い建物で平面エナスをするって書いてるけど、ここで合ってる？だけど、この赤い壁のとこに来てって言って、ここのコーンがね、今パイロンがこの置いてある角でやるっていうのはちょっとおかしい話だから、多分ここやと思うんだよな。で、この多分ね、紫の壁を抜けていけみたいなことを言ってるやつも、やってみるよ。置きます。で、あれやろ？下で、下にこう。はい、ちょっと待って、1、あれ、1、あ、ちょっと待って、いける。来た！お茶、いや、言うて、壁抜けしてすぐ海なんやったら言うて。もうあれの気分、なんか丸バツでさ、もう丸バツクイズで間違えた方がなんか泥になってるみたいなやつの気分。あげる。
よっしゃー、止まれたー。よっしゃー、危ないー。で、これ壁めり込めて、これね、すんででこれ止まったんで、こっからよな、多分。で、橋に向かって思いっきりジャンプ。あ、これか。オッケー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 。え、これちょっと待って。イカでジャンプできる？あ、できるな。これでいくよ。せーの。ほい！んー、え？よし、来た。やっば、逆側橋ないやん。そんなことある？嘘や、逆側橋ないの、せっかく成功したのに。じゃあこれなんか鉄柱にこう飛び乗ってみる。あ、すり抜けるよね、うん、知ってた。いや、なんかさっきあかんかったけど、これ届かんかったってことかね。ああ、え、はい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 、はい、また時間かかるやつでーす。はーい、精神修行でーす。で、飛ぶ。もういけ、いっちゃ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 。ねえ、あれ以上どうやってジャンプすりゃいい。で、もう一回いくよ。ほっ、いや届かんて。だからしょうがねえ、致し方ねえ。これは調べるか。許可もらってるしな。そう、はめられたわ俺。遊園地に行けへん。いや、はめられたー。いや、というのも、あの壁抜けもちろんね、あのできて、まあ向こうは行けるんですけど、あのスプラ2やと、あの橋にね、この足場があったんですって。なんですけど、スプラ3は足場がなくなって、要はあの橋の手すりの部分にしかないと。そう、いや、だからそういうこと。いや、まあまあまあ、だから、まあ、橋に乗る？まあ、その橋の手すりに乗るっていうところまでちょっとやろうかな。よし。で、あの橋、この右の手すりに乗れるらしい。行くよ。ほっ。あったー！ちょっと乗れた。よし、行くよ。よいしょ。いた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 。んで、んで、これ一ネタいけるか。いけたー、いけたー。おー、なんや、どうしたどうしたどうした、お、お、どうしたどうしたどうした、お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 、不思議な力が働いてるね、これね。空中状態判定なのかな、なんか飛び降りてる時と同じ感じよな。はい、まあ頑張ったんですけど一歩及ばずでした。ここが今人類の限界。うわ、ガイドさんめちゃめちゃにっこりやん、怖っ。さあ、お次はですね、このゴンズイ地区の散歩にやってまいりました。次こちらになります。処理落ちを起こせるバグ。まず武器をワイドローラーにして散歩でゴンズイ地区に行きます。はい、来ました。そしたら真ん中の橋の下に行って、橋の裏側の端っこについている電灯みたいなのがありますって。その橋の端っこって、そんな一休さんみたいなこと言われても。その電灯を見ながら、過去真上を向きながらワイドローラーを振ると処理落ちが起こせます。注意、野良では絶対に使わないようにしましょう。野良でやると最悪赤バンされる可能性があります。あー、注意喚起ね、ありがとうございます。結果、処理落ちを自ら起こせる。なるほど。いや、これ確かに成功したら野良でやらん方がいいよな。うん、だからこれ見た人も絶対にこう試さんといてな、野良でな。はい、で、真ん中に来たんやけど、橋の裏側の端っこについている電灯。あー、これか。これ、があると。で、これを見ながら、ワイドローラー振ると処理落ちが起こせる。うん。オッケー、ほんなちょっとやってみようか。ほんな行くよ、行くよ、行くよ。え？もう、毎回この流れやるな。まあけど、真上を向きながらか。もうちょい真上。こういう感じ？ああ、なんか今、ああ、え、なにこれ？あ、これ動画でわかるかな？なんかね、これね、動画で処理してるんじゃなくて、ゲーム自体が処理してるの。これ、カクンって。なってるなってるなってる。あ、うわ、すごい！なるなの。ちょっと待って、これなんかどこ、なんかポジションがあるな、ポジションが。あ、ここや！なるほど。だから、これ、ノラとか、普通に、これ、バトルでここで戦うときは、注意やな。これで、処理落ちが起きるかもしれん。しかも、なんか、この処理落ち起きてんのって、これ、自分だけなんじゃ？知らんけど。
さあ次はですね、このヤガラ市場の散歩にやってまいりました。裏技こちらになります。無限にスペシャルがたまる、出た。これね、前ガセあったんすよ。そう、スペシャルがたまる系のやつ、結構ガセがね今んとこ濃厚なんだけど、ちょっとこれもね見ていこうかなと思います。床を塗り尽くしてスペシャルを貯められなくなり積んだ経験ありますよね。あるある。そんなあなたに塗りポイントを無限に貯める方法を授けます。かっこ検証武器若葉シューター。丸1、インクで膨らむスポンジがあるステージへ行く。ヤガラ市場など、はい、ヤガラ市場に来ました、来ました。丸2、相手側のスポンジへ行く。自チームのボブはできません。誰や。丸3、相手スポンジの縦の辺に至近距離まで、接近、そしてそこからわずかに左へずれる。丸4、丸3の状態でスポンジ上側の頂点のすぐ左を射撃する。かっこ相手スポンジを射撃するとスポンジ頂点にジンク色の線が現れます。射撃場所はジンク線と相手インクの色の境目が目安です。若葉でしか検証していませんが、シューター系の武器なら可能ではないかと思われます。またステージはスポンジがあるところ全部出てきました。かっこ散歩モード縄張り、結果スペシャルゲージが無限に溜まる。なるほど。いや、なんか手順あれですけど、なんかよくわからんな。とにかくあの自チームのボブじゃでけへんらしい。相手チームの、はい、スポンジ来ましたよ。多分これやんな。で、相手スポンジの縦の辺に至近距離まで接近。縦の辺ってこと？縦の辺、そこからわずかに左へずれる。はいはい、ずれます。はい、左ずれました。はい、3の状態でスポンジ上側の頂点のすぐ左、スポンジ上側の頂点のすぐ左を射撃する。はい、で相手スポンジをこれ射撃するとスポンジ頂点にジンク色の線が現れます。射撃場所はジンク線と相手インクの色の境目が目安。ちょっと何言ってるか分からんから、とにかくやってみる。で、ここからこの辺を打てばいいのね。いくよ、せーの、はい、うん、これ合ってる？これ分かりやすいよね。これあれやな、この辺全面一回塗った方がいいな。全面一回塗ってマジで塗るとこなくしてから、これね、あのスペシャルもね、あの完全にこうなくしてやった方がいい。オッケー、こんだけ塗ったらほぼ塗るとこないっしょ。で、スペシャルもこれ履いて、ゲージもこれゼロにしてしまおう。オッケー、ちょっとわずかに左にずれた後に正面向いて、この辺打てばいいんだね。いくよ、せーの、はい。あ、ちょっと拭いてる。うつうつうつ。あー、確かに増えてる。え、これなんで？スポンジの角を塗った時に塗り判定がある。え、しかもなんか縄張りのさ、ポイント数も増えてってるで。すげえやん。スポンジ打ってたらほら勝手にゲージが増えていくよ。うわー、けど使えへん。さあ、次はですね、広場にやってまいりましたというところで、次の技こちらになります。宙に浮いている、かっこように見える、どうもこんにちは、最近スプラトゥーンしかやってないガキです。ねえ、聞いてない。まず武器血の溝の前に行ってください。その後黄色と黒色の、棒みたいなやつに乗ってください。そして乗った後ちょっとずつ前に出れば、宙に浮いているように見えます。以上です、ありがとうございました。会計が完了します。いや、なんかもう自分で完結せんといてほしいんだけどな。結果、宙に浮いているように見える。なるほど。いや、なんかクラゲのさ、この可愛いさ、この赤ちゃんが占領してるんで、ちょっとこっちでやろうか。これで、ここの上に乗ってどんどん前の方に行けば浮いてるに見えるよっていう話やな。ほな行ってみよう。オッケー、よしよしよし、待って、前出てる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 。あっ、あー、確かにこれ空中に浮いてるに見える。あっ、ほんまや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 、うわー、ほんまや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 、うわー、すごい。へー、あ、もうちょい、あ、結構いけるで、これ結構判定ある。相当空中に打てるに見えんな。うわー、しょうもない。いや、いいやん、こういうのがいいよ。こういうのがやっぱりね、あの、何がいいかってね、簡単、うん、時間かからんでいいから楽。